マスカリ。なんか雲みたいなのがいるぞ、また。あれ、意外と弱い。新文書地区こら、なんでここに庭師さんのアクセスできるんだよ。This place is full of memories. I can see the images of days past in my mind. But everything is lost now. Where did I go wrong? When I burned Mary? Or killed that Salode? Or when I met Marak in the jungles of Kolovia? Everything is gone now, and I don't know anymore. This is Malara, the High Fane of the Iliad. Fanatics brought it here, supposedly so they could dance here, to erase the eight divines from Undis. There is a monastery of Marak's followers to the south. There should be a portal underground. You can't use it to escape this wasteland.But it will bring you to Malara. However, Marak's followers have gone mad a long time ago. They won't let you use the portal so easily. They like to be called Marukati Selectives. They hate all else. Everything connected to Anriel, really. You may be a fool, but they are much greater fools.They hate everything in existence, just like Molag Ball. また今度。南方ね。こっちか。いけねえじゃん。何これ。
そしてここは何だ？またいる。あ、こいつ近づかなきゃ別に何もしてこないんだ。巨人みたいなものか。じゃあ別に戦わなくていいよ。場所に戻っちゃった。この上か。正解。マルク、神聖ソード。あ、今までと格好が違うね。上下水道多分入れると思うんだけど、神門所の鍵でなんか戻りなさそうだよね。あ、そっか、降りたらさっきこっち行く。
つか真ん中にポツンと。これ来た場所だよね。うん。こっち側にも。あ、左行けるじゃん。左じゃない。こちらも近づかなきゃ攻撃してこない。劣勢された8人の男女サルド、赤い瞳と青い瞳を持つ不老者、聖アレシアの次女アレシア死後はベルハルザ帝にアレシア界成立後はマルクに仕えたと。老いを知らず100歳を超えてもなお少女の姿を保ち続けた。特定の性癖の人が喜びそうだね。マルクの死を思い出したかのように録画が始まり、最後に宝石のような両目を残して灰になった。モウラ、ハイロック出身の偉大な治癒師、真の名はミアリ、吸血鬼の血で赤く染まったイルナリタコを一夜で浄化するなど類いまれなる癒しの力を持っていた。サラシアン病流行の際アレシア界と対立した後処刑されたと。ジュナール、アトモーラの魔術師、スカイリムを追われた後はアレシア界マルク派に身を寄せ、竜に関する豊富な知識を生かし帝都東部でのマルク派の勢力拡大に大きく貢献した。晩年は都市を一つ焼き尽くす非術、マルクの成果を完成させるもアレシア界への非術の提供を拒否したことでアレシア界から追放された。非術は弟子のコスマスが引き受け継いだ。うわ、マラーダやペイルーンなど多くの都市を浄化した。ネニオンド、シロドの東方領主、すべての財産を投げ打って領土の地下に大修道院群を築いたが、夜明けの時代の遺跡を発見した後マンサールと共に消息を絶つ。
失踪をバルラが領土を引き継いだ。マンサール、あれ社会の法術師であり建築家でもあったネニョンドの支援で修道院の建設に携わった。地下修道院、発見された遺跡の探索中にネニョンドと共に消息を絶つ。シロン、マルク派の創設者の一人、マルクの夢に従いルマレ湖に沈む赤子を救った。失踪したマンサール、ネニョンドの捜索のため古代遺跡にモグルが数日後に帰ってきたのは川だけであった。そのため発掘された遺跡は地下修道院ごと封鎖されることとなった。カリバン、マルカティ派の創設者の一人、マルカティ派の中でも最も狂信的であった。マルクの生涯を持ち出しマラーダで門を開こうとしたが失敗し、門ってオリビオンのこと。数百人の門派と共に姿を消す。ペラン出自は不明。預言者マルクをコロビアの密林から見出した。ペペのこと。マルクに最も信頼され、マルクの死後にはその遺品の管理を任されていたとある。アレッシアの祝福により 1,000年もの命を得たとされているが、姿形は次第に人間離れしていったという。ペランのこと。ペランってペペのことだ。そうだよね。なんでマンモスの牙。もうコナンを持ってるんだい。マンモスの木箱で決めてたんかい。スクーマ的な意味で。あれ開かない。え、ゴールドハーバー出ちゃうんだ。今の第一審問所くぐり抜けないとこっち来れないってことか。あ、前に建物がある。マルク神聖相談修道院跡。ここは埋まってる。
入り口どこさ。ここは特に。特に何もない。うん、これ、あれ、定員音じゃないの、これ。何か魔法を当てる場所とかないよね。作動してないってことか。作動させないと。うわ、怖え。こっから入れるとか、そういうの怖い。マルク、そういやマルクってカルマの数を確認するときにこのアイテムの名前じゃん。呼べた。
びっくりした。攻撃が当たってなかった。回避行動してたけど表示されてるとか。持ってる。気づいたか。なぜ杖なんか持ってる。これ何かギミックがありそうだな。って言ったっけ。あ、繋がってるわ。ああ、下の方があるんだ。
かいな。広いな。意味深、あ、なるほど。落ちた時登れるだけ？それとも降りるべき？不穏なものを感じる。
オルマルクの弟子。What a revolting sight this hero of Malada became. Look at him, and remember how this man ended up. Someday, the same will happen to you. And until someone kills you, you will wander this wasteland endlessly. Malada の英雄なの？これは。そしてこれは手にいいもんかな。じゃあここで一旦区切っておきましょうか。ありがとうございました。